はい、ゆっきーです。今日は、近くの小川に、網を持ってやってきました。ちょっとね、ガサガサをね、してみたいと思います。なんかいるかなと、昨日エビらしきものが、いると思うんですけどね。ちょっとね、調べてみましょう。結構ね、撮ってるね、子供さんがいますよ。なんか撮れる？まだ撮れてない。あ、なんかね、ちっちゃいエビとかがね、いるみたいだね。小エビちゃんがね、あ、いますね。ほいっと。あ、取れた取れた。小エビが取れましたね。これ何エビだろうな。小エビちゃんが取れました。これはね、ちょっとね、取ってね、自分のね、水槽に結構苔が生えちゃってたんで、それをね、もう桜もね、結構散り始めましたよ。もうそこら中にね、花びらが。よいしょ。お、あ、いる。いるね。ほら、跳ねてますね。結構何匹かいるぞ。これをちょっと、赤ちゃんのエビもいるみたいなんで、おお、いるいる、逆か、うひゃー、これ何エビだろうな。あのね、ちっちゃいエビがね、取れるんですよ。ほらほら、ほんとちっちゃいね、ほらねえ、ね、こんなかわいい、ほんとに。そうですね。どうなの、取れんだね。まあ、ザリガニとかはちょっとわかんないですけど、だけど、ほんとこういうね、ちっちゃいのはね、いるんですよね。
まあいわゆる川エビってやつ、川エビってやつが結構いるみたいですね。まあ近くのおばちゃんがね、おばあちゃんか、こういうとこ、うひゃいっぱいいる、これは大量だ。何エビかな、南沼エビかな、南沼エビなのか。よいしょっと、うひゃ、大量にいますね。まあこんなに持ち帰っても水槽に大量にまあ入れるっていう手もあるけどさ。今度はちょっと場所を変えました。近くのね公園ですね。ここはかなり濁ってるんで。あ、鯉がいますね。鯉はここをちょっとガサって、うわ、なんだろうなこれ、ヘドロみたいな、青子、海藻みたいなやつ。この中に生物いるかな。いそうにないですね。いるこれ、ヘドロ、ダメだなこれ、全然いるように思えない。コイはいるんだけど、さっきのとこみたいにエビはいないっすね。うわ、ひでえ、これなんだろうな、藻です、藻ですね、ヘドロみたいな。まあ緑色してるから藻なんだろうけど、ここには全然いねえな。水草とかも生えてる感じはしないですね。ほとんどただの、これなんていうのかな、水草は見当たらないですね。あ、これダメだ、ここは、ここはダメだな。やっぱさっきのポイントでちょっといくつか戻ってきたんで、はい、ちょっとね、やっぱこっちの川の方がエビちゃんがいるみたいです。この橋の下にいるかもわからんって。
まあ、エビはいくつかいるんだけどな。やっぱエビですかね。ここはあれだな、まあ、ガサガサで取れるとするとこの小エビあたりかな。小エビちゃんは大量に取れるんだけど、取れるのはスジエビかな。スジエビ、エビっぽい。でもここら辺にも水草はないですね。あ、いるいる。スジエビくんが、スジエビなのか何だかわからん。南はいるのかな。東京に南はいるかはちょっとわからない。わあ、ヘドロだ。鼻水がやけに出るな。花粉のせいか。花粉のせいでやけに。近くに、中川っていう川があるんですけれど、その伏流的な、もしくはこれは何なんだろうね。川というかあれなのか、生活排水的なあれなのかもわからん。ちょっとわかんないですね。うひゃ、何川なんだろうな。いや、何川っていうか川の あれは知らへんけど、まあいわゆる小川的な名前はないけど、小川です的な感じの。まあ、こんだけ取りゃもう十分だろうな。
はい、ということでね、うちに戻ってきましたが、このご覧の数です。はい、このようなね、大量に取れました。はい、こんなに取ってもですね、まあちょっとこんだけ取ってもちょっと30センチ水槽に入れたいんですけどこれをね、どうしようかな。とりあえず何エビかね、判別しないと、まあちょっと判別したいっていうのもあるんで、ね、まあこんだけね、結構、いるもんだなと、ね、東京の足立区の小川にもね、結構いるなと思いました。それでは。